折川武さん、被爆当時16歳8月6日の午後、広島が大変なことになっていると聞き西条から地元の人たちと広島に向かいました折川さんは夜限堀あたりの道路整備に行き、入試被爆しました7日の記者で、えー、広島へ着いて。 きっぽもな、あのなって、す、駅も、なんの。それもね、は、かえたで、しぶとのねがするんじゃけん。かえたで、は、しぶとのねが、ぶーッと。それからずっと、広島へついて。それから今、ほ広島がついたら、今度は。あの、市役所の関係で。<laughs> でどこが集まったんが、しらん、ちょっと。集まって。で、他の地区からも来られて、わしらも。 なんか、十四五人でヤゲンブリスをやったんですよそれで、ここに行くときでも、もうや焼き取るけんねこれにパオっぱのとそれずっと、どういてるか、道もないようなところをずっと通って行ってそれで、ヤゲンブリスをお宅らやってくれ、ということで市役所の人がね、あの、まあ なんじゃやってくれへんかい言うてやけん着いたらすぐ小屋を作らなきゃ寝る小屋を自分らがないんじゃけんで小屋を作るいうのに今の水道の鉄管昔鉄管じゃけんねんその鉄管は柱にしてそれからトタンがよく焼けとるけんトタンやって屋根にして家を作っ寝るようにしずってそれから それでももうその中に人間の仕事があるのに池田さんおるわ。臭いっも臭いってももう話にならん,んですよもうどういうてえかねそれま近所の部分を焼いてしまってそれで今度は道を整理するのに道をまあ整理したんですかねそれでその中の人がまあ 逃げて探しに来られた人がねその出会った時に普通だったら親子だったら抱きつくかしらがねもう臨歩犯の人こうそれも何人かで生きたのが少ないから出会う時から物を言うまでに男じゃろうが女じゃろうがと抱いてね抱きしめてとくちょったんかどこに逃げたんか言うて。 それから物のを言うようなことで他人がもうどいうてかああいうすげに逃げたいうがたまに大うたうが嬉しかったんじゃろうもんあれが20件ぐらいで1億円ってのがあるのよその中にえっと、防火用水防火用水がねその立派に一つずつあるんですよそれの中へね わし一人は生きるじゃろう思ってその防火用紙じゃ水じき大きな見みたいなのがあるんだけど、ね、コンクリートで。わし一人は生きるじゃろう思って生えたんが重なって死んとるんじあ,あこにもあるいことは分かるでしょうね近くの人は水があるいことは。それじゃわし一人ぐらいはあこならん。助かろう思うて行った人がそんな重なって死んとるんじゃきその見の中やね。 それも整理してずっとやってたんじゃがね服屋は鉄筋じゃけ残ったけんねあ箱収容所で下がなっちゃったんですよそでそこへ行ってちょっと知んがらんか見に来ないと日の休憩に行ってみたらねまあ母のときに包帯しておるんじゃけわからんわよねだ目と鼻と口だけ取るってこう顔をやられた人はねそれでお父さんお母さんいておるんじゃがそりゃ本当はね したらわかるが、全然見たんじゃ分からんわよね。声じゃ分かるくせん、親、子じゃったらね。それで、お父さんが水をくれ、水をくれって。よ、よってんじゃね水もまあって、できんし。それで、そこに、世話に、あの、世話する人。に、これは、死ぬ人はどうしてんの、それ言ったら。午前にいっぺん、午後にいっぺんから、整理ができんのじゃって、いや、死んだらそぐ逆言うわけね。 午前いっぺん午後いっよくよくってんで死んでいってんでしょそやっぱりそんな人ばっかりじゃけんねんそれでもそういうふうに午前一遍午後一遍じゃいいってから言うじゃったんですよ午前中に何回も焼いてそれから午後にも一遍焼いて毎日まあ毎日ねえ死ぬ人もいいことやねその時にい苦しいけどどんどんまでの。 どどどんどんどんんたっけねもう電柱なんぞ、まあ、あれは油じゃけんもよるしねえぞ夜でもた昼のような、ね、あの電柱やなんぞもよるんがそれで降りて歩いていくのにそれでもは7日にかわい母死んだ人を綱でんやっちょっちゃったっけん、ね、誰かやっちゃったんかねあの イカダみたいに死んだ人をずーっとねやっとられたけん廃棄なのかにああいう人がやっちゃったんかもわからんがね話してわか,からんですわそのことを十分話そう思っても話せんどういっていうかね普通ものが焼けたんならすぐ焼けたで済むがそういう焼け方でない焼き方でないでしょこれじゃけんねえ 実際にあの死人の匂いあの死んだ人の道路端でもまだよけよっていう水をくれられておっちゃったがそういうのを見たらそれとね私あの時に思ったんじゃが先人の人がねその悪い人がおるんよねその女の人の指,指輪でももう知って 分からんのじゃけんね腫れてからほいがいいやつ水取ってきてるけん言うてから指輪やのと時計やあの時に取る人もおったんやん、ま、病気あの焼けたりしとるの時計を外したりしてねあの当時、取るような人もおったんやあの時考えられんのよねえやね,ね 30年に結婚したんですが37年から出たんですけどね結婚して7年ほとしてからあちこち行ったわけです。原爆して落ちてから娘さんがね結婚できん結婚して子供生まれんだったけど差別みたいになったああこんなん被爆しちゃったけどダメじゃい。結婚に 結婚にあれしょったんよあ,れは,あれは差別だったかね。それも生まれるな生まれとる。生まれましたかね。もう原爆のおともな子供ができんのじゃ言うて。平均、ああ、こんな一条件駄目でいうような差別みたいなことがあの当時あったっけどね。わしらんときの,の結婚する人がそうかな。平均、原爆を受けちゃっても、 原爆手帳ものたらい人がよく夜るんやす原爆もの取ったらダメじゃん子供のあれする権利ってもの取ってない人が大いおってんよ。い爆しとってもそういうあげことならだな出しちゃいけん言うて出さない人が大いおっちゃったんよ。その当時ねまあ二度と戦争したらいかんいことつくづく思うたっない時にもうあの 悲惨さを見たらその民主とはすげんことを思うのを見たらねそりゃ戦争は絶対したらいいかんもうその時に思ったち、はそれ第一のあれですね原爆弾をった時にもう絶対戦争はしたらいいかんもう思ったあの原爆であれだけ死んだけんねもう戦争はもう絶対したらいいかん思うでその時には思ったちは も火事のカジノあれを見たらね悲惨なあれを見たらねもう戦争は一切しただけん思ってその時には思うたん